ファーストシュートはダイナブラックス松本。リバーティー対ダイナブラックス松本。選手点はホワイトのユニフォームのダイナブラックス松本。長野県は松本市拠点にしているチームですね。なんか前回の印象で、はい、このダイナブラックス松本は、はい、ブースターさんがすごい熱い印象がありました。そうですね、うん、ダイナブラックスもう今ホールがありますからねすごい、いや素晴らしいですよね、本当にみんなで応援2ポイントあ、今日ももう僕らの向かいにもタオルもセットで、ね、ダイナブラックスの応援をねしていただいている方々もいますけども、最前でやっぱ地域に愛されるチームなんでしょうね。やっぱね地域密着いいですね。ねえ、せっかく町の名前をね名乗って試合をしてる、町を背負ってね、町を背負ってるので、さあこれで2つ目のファールですね。ビナリバティワンショットフリースロー、素晴らしい。さあ見事にフリースローを決めて2対1。これはファールの判定、ダイナブラックス松本にファール、ワンショット。さあ見事に決めて2対2の同点。わあ、グンムーブ。ちょっとレフリーストップです。ちょっと接触がありましたね。大丈夫そうですか、うん、さあ大丈夫そうです。ストップから海老名リバティ、バチバチなディフェンス 3X は結構見えるかもしれないですね。あ、本当ですか、うん、でも確かにディフェンス大事ですもんね。大事です大事です。それで言ったら僕と戸塚さんが言ってたバチバチなディフェンスと僕が言ってた肉弾戦は両方兼ね備えてるのが 3X3 かもしれないですね。確かに、この辺のもうゴール下の争いみたいな、ポジション争い、もうスラムダンクの赤木キャプテンがもういたらもうゴリゴリやるんじゃないかみたいな。確かにちょっと赤木さんに見えてきましたもん54番の選手沢地サムエルジュニア選手ですけども、赤木選手に見えてきたもん。はい赤木選手ってもう赤木選手スラムダンクのキャラを選手でつけちゃうさあエビナーリバティーボール、今のところまだ3対2というところで膠着状態。さすがです小林明。さあボールは海老名リバティーゴールでリスタート。
まあ、試合中なんですが戸塚さん、はい、先ほど、はい、ちょっとバスケ好きになったきっかけみたいなの聞いてなかったなと思って。あ、はい、まあ、好きになったきっかけは、はい、そうですね、まあ、簡単に言えば友達に B リーグ誘われて見に行ったのがきっかけなんですけど。なるほど、じゃあ B リーグを友達と行こうよって言って見に行ったら、はい、バスケ面白いってなって。そうですね。でも友達がそのバスケのチームの、インターンやってて、はいはいはい、そう、それでボランティア足りないから来てくれって言われて。なるほど、はい、あ、なんかじゃあ手伝いもしてたんですか。手伝いもしてました。内部にも入り込んでたと。さすがですね。あのチケットもぎりとか。モッパーもやってました。もぎってたの。はい、もぎってモッパーやってモッパーまで撤収して。いや、戸塚さんモッパーしたら人気になるでしょう。で、Bリーグのチームでもあのモッパーが有名なとこがね、子がいるチームもありますから。あ、そうですよ ねモッパーね。そこのあの、手伝ってたこのチームは惜しい方をね、もう惜しいな。今頃、スーパーモッパーとしているかもしれない。スーパーモッパーなってたかもしれない。ちなみに 3x3 との、はい、初めましてはいつなんですか。 3x3 は、ずっとあの配信とかテレビでは見てたんですけど、初はあの湘南でした。はい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 、生観戦カラクロガールに就任して、はい、間近で見てみたいな。はい、初めて生で見て。やっぱあのテレビで見てるのと生は全然違いました。やっぱもう現地しか勝たんって思った。はいはいはい、はい、なるほど。はい、やっぱ何でも生がいいですね。そうですね、うん、まあここにいるとこの臨場感をね、やっぱ楽しんでもらわないといけないんで、うんうん、本当迫力が全然違うんで。はい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 、はい、しかもやっぱね、5人制と違って距離がやっぱ近い。そうですね、距離がやっぱ近いので、でお客様もみんなね、あのコートの周りを囲んで見れるっていう ねなんか雰囲気もちょっとこっちの方が。そうですね、楽観的な感じで音楽とかね。そう、音楽もいて、僕らみたいなこう MC がいて、うん、で試合をするっていう、なかなか、B リーグもないじゃないですか。ないです ね、うん、え、戸塚さん自体はスポーツは何かやってたんですか。私はずっとバドミントンやってました。バドミントン、おお。もうバスケと全然全然全然関係ないんですけど、バスケ部の隣でバドミントンやってました。はいはいはい。バドミントンで同じ体育館の部活です、ね、はい。おお、好きなとこ来たんじゃないですか。さあ、海老名リバティ攻守交代で、オフェンスは海老名リバティボールですね。結構今出てるネイビーのユニフォームの0番、今ボール持ってる澤原武史選手なんですけども、はい、めちゃくちゃハッスルします。めっちゃハッスルって感じですね、はい。おお、やっぱ足を使ってディフェンスができる選手ですね。足がしっかり出る。さあ、円盤。いつもこのスタイルなんですか。いつもあの感じですね。そうなんだ、はい。さあ、1本決めて、これで2点差。綺麗。さあ、海老名リバティがね、最初、リードを許してましたけど、逆転しましたよ。今勝ってるのがネイビーの海老名リバティ。最初ね、松本ペースだったかなと思ったんですけど、流れが来てます。この、まあ、配信もそうですし、今日来てくれてるお客さんもそうですし、戸塚さんもそうなんですけど、はい、3x3 って結構流れが一気に変わるんですよ。そうなんですね、はい。
このやっぱツーポイントだったりとか、なんかきっかけがあるディフェンスももちろんそうですけど、一気に流れが変わって連続でパン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 と点数が入る流れもあるんで、まあね、それバスケットボール5人制も一緒ですけど、うんうん、3x3 のがより顕著になんかこう一気に流れが変わったなみたいな、目視できるかなみたいな、分かりやすい、あーなるほど、その辺もね配信だったり、ここ会場で見ている皆さんもねチェックしてもらったら面白いかなと、うんうん、でも流れが来たってタイミング分かると面白いですよ ね面白いと思うんですよ、うん、でそういう時はもうどんなシュートも外れないみたいな、うん、もう、ね、ゾーンに入ってる、そうそうそう、ゾーンに入ってるみたいな感じになります。さあ今はもう11対11で両チームね、どっちに流れを持ってくるんだみたいな、わー沢原武史、これはファールをゲット、大きいですね。そうですね、高さ的にはダイナブラックス松本が優位かなというところで、そうですね、ただ高さのミスマッチもありますけど、横のミスマッチもありますから、うん、ね、スピードだったりとか、うんうん、でもスピード感もなので、その辺もね 3x3 は上からも攻めれるので、確かにいろんな戦い方が、はい、ありますね、うん、だそこにやっぱチームの色が出てくるかもしれないですね。そうですね。さあフリースロー1本目失敗。さあ今海老名リバティのチームファウルが7個目になっているので、2ショットが与えられています。なるほど。さあレイアップをメイク、13対11、2点リードはネイビーのユニフォームの海老名リバティ。さあ残り時間は4分半、1点差、流れのつかみ合いみたいになってますから今。どっちが流れをつかめるか、持ってこれるかと、うん、これがね、ツーポイントだったりとか、まあ、円ワンだったりとか、うんうん、そのきっかけになる何かこうプレイがあると思うんですよ、さあアウトバウンズ、ボールはダイナブラックス松本ボール。さあ相手に当てて、ボールはもう一度松本ボールですかね。さあエビナドライブイン、これはファールをゲット。これでダイナブラックス松本のチームファールが4つ目となります。さあ見事にフリースローメイク、14対12、まだ2ポイント2本圏内です、1本ですね、2ポイント1本圏内。残り時間が3分36秒。さあこれはショットクロックギリギリで決めてきて、さあこの2ポイント、ノーファール、この2が決まるとでかい。これはアウトオーバンズ。ボールは海老名リバティボール。
現状は1点差。リードはオフェンスをしている海老名リバティが1点のリード。さあこれをカット。おさあ追いつくチャンス、2ポイントなら逆転もあります。悔しいですね。今のレフリーのコールはファールのコール。ただいい感じでね、ディフェンスバチバチやってましたけど、そうですね、レフリーコールはファールのコールで、チームファールが8個目ですかね。10には行きたくないですね。そうですね、もう10になったらもうファール、フリースローも与えてなおかつ相手ボールになっちゃうんで、うん、そうなってくると松本がかなり優位、うん、まだね、そうです、まだ8ファール使えるから。さあ現状ちょっと確認があります。スコアのちょっと確認ですね。先ほど今14対15になっていたところで得点が今変わってきております。その確認を今しています。スコアが14対14で OK で、同点です。同点、残り2分52秒ファールの数でいくと松本がやや有利かなと。そうですね、まあ、ファールもらいにガンガンいけますから、うん、ちょっと強気でいけるかも、ね、強気でいけますよね、うん、海老名から、海老名としてはあともう8、9と。さあレイアップ、スーポイント小林明した。ここはでかいですよ、今のスーポイント。でかい、うわこっからの角度だと入りそうですよ、ね、ちょっと ねドキッとした。さあちょっと流れが変わったかもしれない。さあ流れが松本傾いているかもしれない。ストップできるか、海老名。小林明ゴール下をメイク。これで15対18一気に3点差。これはダイナブラックス松本にファール。現在タイムアウトでダイナブラックス松本のチームファウルが5個目と。ちょっとあの小林明選手の2ポイントで流れ変わった感じありましたよね。そうですね、その後もねゴール下ポンポンポンとね決めて、いや流れってすごいな。ただまだ1分50秒あって3点差、うん、まだ2ポイント2本で逆転ですから、ま、さあこのタイムアウトでまた流れが変わるかもしれない、ね、タイムアウト前はダイナブラックス松本が流れを掴んでいたように見えましたけども、さあ海老名、おっ、お決まらない。さあ残りは1分10秒、
わお、素晴らしい、小林明が持ってってます。あるか、 KO なるか、惜しくも入らず。強い、さあサーブがホラホー、これで20点ゴールした。強い。さああれよあれよで松本がもう20点目ということで、あと1点で KO です。時間は45秒。さあインサイドゴール下をメイク、ここで試合終了、21点 KO、 ウィナーはダイナブラックス松本。